第9期麻雀グランプリマックス司会実況の日吉達也です。解説は第32期10段位柴田義和が務めます。柴田さんよろしくお願いします。お願いします。対局の準備ができているようです。第9期麻雀グランプリマックスベスト 16D 卓2回戦投牌の開始です。はい、ただいま立ち会人瀬戸熊直樹の合図により2回戦が開始となります。第9期麻雀グランプリマックスは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。システムは半チャン5回戦を行い、上位2名がベスト8に進出となります。2回戦はチーチャから近藤、ナンチャ沢崎、シャーチャ魚谷、ペーチャ広柴田の並び、トンの曲ドラは3万です。さあ1回戦を終えたところ、広柴田がかなり大きなリードを取って迎えた2回戦となっております。柴田さん、2回戦目以降の見どころとしてはいかがでしょうか。はい、そうですね、まあ柴田さんが大きめのトップを取ったんですが、はい、あと4回ありますので、まだセーフティーリードには全然足りていないんで、まあ4名とも普通には打つと思うんですけど、近藤さんだけちょっと大きなラスだったんで、今後ちょっと大きなラスは引けないなっていう気持ちがあるぐらいで、あとはそんなに変わらずに、まだ普通に打つとは思いますけどもね。やはり冒頭でお話しあった通り、その1人がいくら抜け出してもまだ3人にはチャンスが残るだけにと。そうですね、まだまだじっくり打っていきたい序盤戦といったところかもしれません。サトンの曲ドラは3万、こちらが魚谷の手配、広柴田はやや厳しめの手配、これは国士無双を見ながらの進行か、はい、そして近藤はもうすでにイシャンテン、ね、シートイズ含み、はい、沢崎はドラの3万が統一になっているチャンス手です。この2回戦もいきなりトンの1曲から大物手炸裂の予感か、はい、マンズはチートイズ天杯、まずはパーソー短期の天杯です。今リャンペイコンのイーシャンテン戻しもありましたけども、なるほど、あえてジャンと一つ落とすような。そうですね、でもチーワンが、あ、そうですね、そこまでまだ狙わなくても、まあ親番ってこともありますよね。はい、ここはしっかり上がってまずはつないでいきたいと、はい、いい町を見つけてリーチをしたいってことですか。トトラとイツのチャンスで沢崎形十分となったぞ。ポンはどうですか。パーソーポン3万はもちろんすると思うんですが、はい、まだしないですか。じゃないですかね、序盤なんで、はい、なんとか最低7700、はい、持ってると思いますけど。さあ魚谷白の統一落とし、まだ2枚目は切りません。近藤がすでにパーソー短期、沢崎がドラ、そっかパーソー危ないじゃない。なるほどそっか、近藤が待ち会をしたら沢崎がポン、まあ、するかちょっとわからないですが、ポン点が入る構え、沢崎が面前での天杯はパーソーがかなり余りそうだぞ。もう右端にセットされているこのパーソーが近藤の上がりとなる。当たり天杯打牌のパーソー、上がりは近藤2400、チートイツの上がりとなります。まあ初戦大きめのラスの近藤ですからね。そうですね、ここはなんとか巻き返していきたい、はい、今も多分仮点で、はい、いい町になったらリーチを考えてたんですけど、まあ、その間に出ちゃったんですけど、はい、まあ、それはそれでいいなって思ってると思いますけど。さあトンの2、1曲1本場、ドラはイーマン、近藤連チャンに成功です。近藤さんも上がり始めたら止まらないイメージがあるので、はい、注目ですね。おっとドラ最後が良かったですね。 1,2 ですよ。ナイスチョンチョン、すでにハイパイで2面つ完成。第1打は9ピンから、こちら沢崎はやや厳しめの手配の3統一、まずは9万、続いて魚谷も形は悪くない。広柴田はチューンが統一です。メンツがないんでね、これも泣くかどうか微妙なとこですね。はい、いいとこ来ましたよ。早くもイシャンテン、これ差し子ぐらいまで見たいですね、はい、いやこれは楽しみしかない手配、こ
近藤さん手役狙うの好きなので、はい、狙っていくと思いますけど。二刺しや刺し子が見える。トンから切りましたね。そうですね。これはトン、まあ泣かれたら泣かれたで、場面が見やすくなっていいっていう考えかもしれないですね。天敗、天敗を外すでしょうね。取らず。いや近藤の手はどう育っていくか。まあ面ピンドライ1でいいとは思ってるでしょうけど、うん、早く天敗れと思いますよね、はい、この及ばの時は。ドラ、逆に難しい。これに差しありますからね、はい、これイーマンポンとかあるんじゃないですか。なるほど、イーマンポンの数番の塊ですもんね、はい、ありますね。ん、ウーソーのポンだ。ウーソーのポン、コッパで十分でございますってことですか。町はイースーマン、これは数万であれば上がれる、3色です。ね、E1 の方なら分かりますけど、ウーソーのポンってなかなか発想が出ないですよね、うん、ウーマン周り引けばピンフドライチの天敗にもなりますから、それで十分という考えもあるでしょう。11,600とかすぐには上がれないだろうってことですか。ホップステップジャンプが大事ってことですかね。まずホップからコツコツやっていくぞと、ホッパーからでいいという考えかもしれないですね。スーマンがもう順からなんですかね。スーマンは山にはないですね。魚谷からやや、そうですね、3は引くと今ならのスーマンを捉える。近藤の5800、三色ドラドラ、でも大正解ですね。本当ですね、これは1回戦厳しかった近藤にとってはこの2局の上がりは嬉しいところ。2400に続いては5800の上がりで親番をつないでいく。なかなか嘘ね、まあ、泣く人もいるんでしょうが、ね、はい、確か泣く発想がなかったですね。そもそも、はい、そう、泣いたことがないですね多分競技プロ人生の中で。でもそこは引き出しが多いですよね。さあ2本場になります。ドラは3層あれ上がった割にはちょんちょん大事。これは悪いね。ピンズの方ですか。いつも見てて、おお、まだ切ってない。なんから。なんから。沢崎メンツはソーズでドラメン使うんですよ。お、魚谷は嬉しい。ウーマン引きから。広芝ともカンチーピンが第一つも。3万があんこの形になります。ドラもう1枚引けるとね、そうですね、いいペーコードラドラっていうのが見えてきてやる気が出るんですが、はい、こちらにドラが来た、はい、リアンソーですか、はい、これもね、タンヤオイペーコ、タンヤオドラ1、タンヤオぐらいにまとまってくると一気にやる気になりますね。リーチを打ちたいところですね、はい。やはり単野をしっかりと見据えて、はい、いい満切り。これで9番、お、一応カンパワーの受けを残しました、はい。ローピンが3枚になります。678がありますね、三色。そうですね、はい。さあこれでマンズが両面ターツに変化、カッパーマンが入ってくる。これで形十分。両面にするか、E ピン3ピンどれがいいか。マンズを両面にします。はい、ロスが少ない形にしましたね、はい。さあ沢崎ソーズなら何でもござれのイシャンテン、はい、メンツができない、ちょっと厳しいかもしれませんね。
沢崎さんは全局宝珠からのスタートだったので、はい、ここは、リーチで自分の素手を伸ばしに行くのか、うん、近藤さんの親を流しに行くのかって判断が難しいところですけども、はい、そうですね、はい、まあ、役なしになってしまえば強制リーチとなりそうですが、なりそうですけど、役割の天敗の場合ですよね。そうですね、判断が分かれるところですね。さあこちら広柴田は3品を仕掛けてイシャンテン単葉三色、はい、ロウソク食い取られた沢崎さん、ロウソウは痛い痛すぎる、ロウソウロウソウだったら思い切ってリーチもあったかもしれませんもん ね、やめてよって感じですね。急走は3枚見えちゃいましたね。うーん、悩み点かな。いやー、転敗しない。あ、賛否入ってた。あ、本当ですねお互い、うーん、今度ここでやっとメンツができますが、トーキーすでにお阻止といったところもあるかもしれません。サイシャンテンの上田に、はい、ドラガサンゾナで地層が普通なんですけども、はい、新茶の柴田さんが、うん、単葉仕掛けなんで地位になりますね。これで広柴田天敗はカンチーマンです。単葉三色、さあこれで2メンツ、どうだ、ダメ、マンズが三面茶に取ることもできます。三面茶、あ、リャンパンはってことですね。ん、あの、リャンマン切ってサブ、カン三番からサブ6九番に、はい、お、お、粘る、テンパらない、テンパらない、ソーズが引けない、うわー、数速に流れた、魚谷の関数層が流れていった。うわー、なんだこれ、ソーズ全部 OK なのに一個も引けない。魚谷さん引かされましたね。バーピン置いてないと。おお、天敗ですよ、ドラだ。しかし打つのか打たないのか、打たない、打たない、固い、どうして出番ないんですか。まあ想像の上は枚数がほとんどなさそうですけど、ね、下は引きそうですけどね。全部柴田さんのところに行く想像が、うーん、うー、大人短期も積もってましたねとも言えますねあ、テンパイだ。3は打ちにくいですよ。でもということは、まあいろいろ想像ならテンパイはほとんど切り返せますね。そうですね、パッソーが安全そうですかね。広柴田が直前でリアンソー切ってますね、うん、しかしここはパーソー切りの選択、振り手に受けましたね。自分でイーソー切ってるんで、イースーチーソーの役なし天敗。C1 も残ってないですか。あと1枚ぐらいあるんですかね。1枚ですね、スモボであるのかな。夫婦はもう切りづらいので、切り返す、スーマン、はい、ウーマン、あれこれ3層ありません。1枚1あるね、1枚何ですって。3層1枚あるん、来るのか、それかい背底ですか。背底です。マンズは、マンズは E マン、 E マンは比較的切りやすそうですね。はい、いやー、うん、3人転敗だ。近藤さんよく転敗りましたね。いや本当ですよね近藤沢崎広柴田の3人転敗ですが、近藤のハイパイから考えれば、ね、これは転敗で流局ならもう御の字といったところかもしれません。終盤、ね、まで一面つまなかったですからね。本当ですよ、はい、時すでに遅しとか言ってましたもん、ね、おや終わった感がありましたけど、はい、見事に2チャンで行きました。
サートンの一曲三本馬近藤が粘りに粘る。近藤さんダンディーさが増してません？増してますね。かっこいい。お、マンズで一メンツできてるぞ。さらにピンズでは両面ターツ。言いそうのジャントがある。まあ親であれば十分戦えそうですね。そうですね。沢崎は初ペイが統一、リャンマンドランドリャンマンが1枚、魚谷はやや厳しい。こちら広柴田、うん、皆さん手配がそんなまとまってないの で、 そうです、ね、また終盤勝負になりそうですね。柴田さん今期のグランプリマックスは、はい、の成績というのはいかがだったんでしょうか。私一次予選からギリギリボーダー付近でポイント足りて出れたんですけど、はい、誰とか古川さんですかね、はい、シードの古川さんと、うん、昨日出てた菊田さんと、はい、あともう一人ダソプとかなんかダソプダパンピューとかよく分かんない名前の人いましたけど、はい、その人も勝ってません？なんか昨日なんかやってましたね。勝ってますよね、はい、その昨日やってた菊田さんと、はい、ダンピューさんですか、うん、に負けました。あ、競り負けましたね最後ダンプさんに。あ、そうだったんですね、はい、菊田さんだけ抜けて、うんうんうん、最終戦ダンプさんと競りだったんですけど、はい、押し切られました。うん、そのダンプが今ベスト8まで駒を進めてると、うんうん、柴田さんはグランプリマックス優勝こそないものの第6期と7期の決勝戦まで進出して、うん、第6期では準優勝という残念な成績であったんですが、うん、あの頃はね、はい、なんかトーナメント得意だったんですけどね、うん、最近全く勝てないですね強いかもなんて勘違いしてましたね。なるほど、ちょっと最近はそうですね、なかなか10段戦なんか公式ルールのトーナメントって多分10段戦とグランプリしかないと思うんですけど、はい、なんか一昔は負けねえなとか思ってたんですけど、うん、はい、最近は勝てねえっすねやっと確率が収束し始めましたただもうここ数年モンドも優勝されて、うん、またもう一花といったところだと思いますが、久しぶりに、まあ、10段取ってもう3年ぐらい経つんです、はい、それからのタイトルなんで、うん、ね、まあ、なんとか今後連盟チャンネルの連盟タイトルでもなんとかね、はい、皆さんに名前覚えていただきたいんですが、いや名前は多分覚えてるんですけどまあこのね2年連続の決勝戦悔しい結果ですから、なんとか柴田さんもこれ取りたいタイトルの一つなんじゃないですか。そうなんですよね、僕名田さんが優勝した時に、はい、広柴田さんとも一緒だったんですよ決勝。そうですね、あと枠さんですね、はい、でベスト8で多分広柴田さんと僕同卓して2人で勝ち上がったんですけど、まあ、その時の印象は、はい、まあ、やっぱ何でもやるプラス、うん、毎曲何かしら前に出てくるな、何かしらなんか注目させる、うんうん、なんかなんすかね、黙って座ってる感じがなくて、はい、なんかうるさいなみたいな、ブラフ気味の仕掛けもするし、うん、なんか絶対降りてる気配を出さないんですよね、うん、なんで本当にトーナメントやりづらいなって印象でしたね。常に卓上に存在感があるような。そうなんですよね、うん、そっか、その時にこうダブル柴田で決勝戦を行ったわけですね。サウオタにここはウーソー引き入れての先制リーチはリャンウーソーのメンタンピンとなります。こちらが広柴田、ドラドラですからね、簡単には下がりたくない。無筋の9万いきましたか。はい、想図が急走以外切れてなくて、宣言杯がチーマン、ね、ここはパーマイクいっぱいですね。パーピンには言えるでしたけどね。うん、うん、これはドラが出ていく形だが、うお、めちゃくちゃ押しますね、うん、9万に続いて3万、ここは広柴田勝負に入っている、うん、当たり牌の小さそうですね、うん、リャンソーですね、あ、リャンソーでした、失礼しました、はい、さあどうだ、何が2枚目が切られるとこれ広柴田はきついですよ。泣いて3900なら勝負の価値がないと。あ、これ何は役配じゃないですね、ポンコツですね、何は泣いちゃうと役じゃないので、はい、そっか、こ
これで2枚切れのシャンポンではちょっとそうです、ね、やる気もガクッとなくなってしまいそう、うん、そうですね、これはいけないな。まあ、なんで2つ切って、はい、うん、スーピンを2枚とも使って回る感じですね。はい、さあ沢崎三層引き、ここは初で迂回、こうなると一旦何になるのか。うーん、まあロソがワンチャンスとはいえ、はい、ね、自分の上がりが見えないですよね。リャンマンを引いてはちょっと都合良すぎますか、考えとしては。うーん、そうですね、それを二筋寄さなきゃいけないですもんね。はい、さあ近藤親で粘りに粘っているが、打ちたい牌は全て無筋という状況。そうですね、安全牌は数ワンですか。でも数ワン切っちゃうとモギワップですもんね。そうですね、打ちたい牌はパーピンや三層やイーストといったところ。ローマン中筋です。うん、9万通してますもんね。はい、そうですね、これ乱層もほとんどないな。ウーソーゼロで乱層もゼロか。乱層順から三層いけますか。三層かシーピンが通ったのか。シーピンか、うん、なんとか転廃したら連チャンを目指していっぱい勝負でしょうね。転廃ですよ、フリテン乱層あたり。うわ、来たよ、フリテンで乱走勝負。これが魚谷の上がり、リーチタンヤオピンフ3900の上がりとなります。こうなんか今切りそうな気がしたんだよな。そうですね、まあ、でも沢崎さんはこういう法順もあるからこそ、はい、上がり逃しも少ないそういうことなんでしょうね、タイプのプレイヤーなんで、はい、まあ、これは当たるのはしょうがないと思って切ってますね。沢崎のジャンプからすると、まあ、ある意味ではつきもの。そうですね、その分上がり逃しをしてはいけないっていう考えですね。はい、さあトンの2局親番変わって沢崎です。そうですね、一メンツピンズでもメンツ、あ、こちら魚谷はピンズでメンツができています。広柴田はピンズでイーペイコーブクリ、あーこだドランコだ、あいやあいやこれ上がりたい、どうしても上がりたいです。厳しいターツ、ね、カンリャンピン、ペンチーピンあたりはいきなり仕掛けるもありですか。そうですね、この両面以外は仕掛けると思いますね。はい、これは決めたい、絶好の追加点のチャンス。しかし親の沢崎もかなり整っている。うわ天敗ですよ。リーチありますか。テンパってないです。あ、三三四四でしたね。三四四で、三三四か。さあどうなる。動作の星、チーピンが、うん、あと1枚しかないですよね。三ピンもあと1枚、両ピンか、両ピンはあと2枚、はい、あ、泣ける泣ける、これ泣ける泣けるけど、最後の1枚のチーピン、どっち行きますか、ペイか三層。ペイですか、やはりペンチーピンが不満と、ターツの振り替えを考えてますね。はい、いや、絶好絶好絶好、またぶつかりますねこれ、はい、三者で魚谷さんだけちょっと受けになりそうですが、うん、9万、これ変え、ターツが振り変わった、嬉しい、これは嬉しい振り替わり。あ、しかし先に転敗は沢崎、トラジ？トラジ？今一手代わり、ゴロチと一通だけ見たってことですか。不安が今出ちゃいます。あ、不安出ましたね。これがどうなるか。いや本当ですね。沢崎大物手を狙った数万切りの天敗取らず、単品三色か一気通貫を狙っていきます。今天敗と天敗取ってても一手代わりで三色だったんですよね。ありましたね。はい。天敗取る人も多いと思うんですけど、一通の方に目があるという考えなんでしょうか。はい、ドラーキルもありますか。ありますね、目いっぱい。
リャウアがちょっと薄いんですよね。ん？チートイ。チートイツ。ただこれチートイに向かうと地獄の入り口に立ったようなものかもしれない。はい。E1 がションパイ。うん、ここはローマンです。ん？なんだ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 ？ハック？違う。ソーズでしたね。リャンソーだ。ポンテンもかかる形、はい、目いっぱいです。近藤のこの仕掛けはどうですか？この捨て牌と照らし合わせて 1,2,3 のピンズの地ですけど、まあこれはもうドラです。ドラが濃厚ですよね、うん、はい。そんな中での沢崎の天牌外しでしたよね。そうですね。もう残ってるのファン牌ないんじゃないですか。初しかトンペイハクチュン。確かにソーズはチーソーかな。ちゃちゃたで1枚目のリャンピン泣くイメージもないですもんね。近藤さんドランコがのことみんな考えてるんじゃないですか。チーテンだ。ペンチーソー純ちゃん3色、はい、さあまずは魚谷が天牌となります、はい、これチーテンだ。そうですね。これでウッパーマン近藤追いつく。ペンチーソーシーソー残り2枚。はい、一応天敗ですね。取らず、意地の取らず、意地の取らず、すごい、そんなことあるんですか。この2人がだって、いやもうこれは意地ですね。どっちかドラ持ってますって見えてるところで、うまん、おやばシャンポン、また天敗。まさかこれローワンのシャンポンで上がるやつですか。さすがに取るんじゃないのかな。まあ、リャンソーは通りますしね。どういう考えなんだろう。うーわ、3度目ですよ。3度目の役割天敗取らず親番で、こんなことある。これ当たり牌だ。打ったか、打った、魚谷だ。かわしたのは魚谷。純ちゃん三色3900。まあ、柴田さんから見たら多分近藤さんがドランコに見えたんでしょうね。うーん、まあ、いやー、なんという意地っ張り。すごっ。さあ、和崎の親番役割転廃を3度拒否する。やったことね。1回目の転廃どうですか。カウマン、カウマン僕取り、まあ、一手代わり3色があったので、はい、まあ、器見切って、はい、全然、うん、まあ、子供でも取りそうですけどね、うん、そうですね。すげえ。さあトンの3曲ドラはすっそ、親は魚谷、広柴田、ピンズで2メンツ、こちら近藤、先ほどドランコのチャンス手は生かせず、沢崎もあまり良くない、ここで1メンツ完成です。ドラが数層なので、はい、来ちゃいましたね。ピンズの鎮逸まで見てる感じですかね。お、カンチーピンのターツ払いですね。そうですね、自敗、国立の自敗を残しましたね。バカゼのトンとジカゼのシャを残してカンチーピンのターツ払いは一色とかを見るっていうことですか。今度はそうですね、本戦は一色か一通かですか。四五六、四五六も遠いですもんね。一色でしょうね。そうですね。さあこちらが沢崎です。これはリャンカンになる、数層引くとリャンカンになりますからね。ドラを使えるリャンカンになります。はい、こちらにシャアが重なる。ここで一色に行きました。
ちょっとつもが噛み合ってないといった感じになってきました。初が重なります。遠くに7、8、9は遠すぎるか、はいはい、これで相図が両面になり、ここで両相打ち、これは手なりで飛んですかね、うん、ドラが数層なんで、おお、もう決めましたね。ちょっとこだわりましたか、はい、ドラ何が一枚切れですけど、おー、引った面単品あるいは一気通貫が遠くか、そうですね、一つ目、あ、でもタイヤをタイヤの方を奥見ました。うん、ターツ振り替えを考えてるんですかね、数は周りを引いての、おー、パーピン2枚切れのところで、へー、下ちゃんの柴田さんがピンズ色と、うん、ことで早めに切ろうってことですか。ほうほうほう、逆に下ちゃんがピンズ模様だとちょっとピンズ下ろしたくないなーなんていうふうに考えちゃいますが、そうですね、まだ自分のピンズ下ろしてまでも自分の上がりが見えるってことなんでしょうね。はい、さあここで9ピンを両面チチュンを切っていく、上谷の手はまだネックがかなり残ってる状況です。うん、まあ、ペイが2枚切れだったんですけど手前用意してたんで、はい、まあ、ちょっと親番は厳しいんでちょっと守りも考え始めてますね。うん、柴田シャーはポンしましたね、はい、これでイーシャンテになります。打牌は初、うん、イーピンとウーピンのくっつき、はい、そして近藤がメンタンピンのイーシャンテとなっています。はい、9番は切っている、はい、まあ、柴田さんが初を2枚目の初切ったんですけど、澤崎さん泣かなかったので、ほう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 、これは自分が出ていく局面じゃないという判断ですね。魚谷もこの手ですともうちょっとギブアップになるかもしれませんね。ピンズのスマテがいるところでションパイのトーンを持ってますからね。あ、1枚、あ、2枚、2枚切れか、はい、トーンはいけんのか。近藤がテンパイでアウピン、さあどうするか、ここでトーンを切っていく、はい、柴田くっつきのイーシャンテン、はい、近藤が両面のパースを注意しています。そうですね、なので近藤さんにドラが固まってる可能性があるので、うん、マンズの中目はなかなか切りづらいところでありますね、はい、自分の手が2000点ですからね、うん、おっとイーシャンテンまで来たぞ、9ピン、うん、もうウーピンも切りづらいと、取らずと、現にウーピンが当たりでしたよね。そうですね、はい、形式テンパを取っていたら、数案で考えてるのはどこか、親と澤崎さんが一枚も満足切ってないんで、うんうんうん、まあ、明らかに高いだろうと、はい、そうですね。さあリアンピンが続々と澤崎に流れ込んでいる、ピンズ落ちたくないってことですね。うん、ピンローピン、おおお、なるほど、チーピンズしているか、ピンは20分前に通ってますね、はい、ました。さあ終盤です。近藤のみがテンパイしているリアムピン、さあこれは切り返すこともできるが、終盤がワンチャンスですか、うん、ここはリアンマン切りです、はい、うお、テンパイ入れた、はい、
老僧が20万に取ってますね。はい、パーソー短期の天杯が入ります。さあ近藤が入って入って、まさかパッソーがうん、うわやめた、あやめて、うん、やめてないですね、はい、天杯してる、はい。さあ近藤大谷の2人天杯で流局となりました。まあ大谷も最後よく天杯入れましたね。うん、そうですね、はい、結構きつい状況からよく天杯入りましたね。さあ頓の3局1本場です。大谷連チャンに成功、ドラはいそうです。1回戦近藤さん毎局のように失点続いてたんですけど、はい、今回はちょっとずつちょっとずつ毎局加点に、はい、加点が成功してるんで、うん、はい、広芝田これは悪いぞ、かなり厳しい。近藤の手番ですね。映ってるのは沢崎、はい、はい、こちらですね。二面です。ドラドラですね。あ、ドラドラですね。近藤さん、近藤さんチャンスでドラが集まってきてるんですけど、上がりまで行ってないんで、はい、なんとかね。そうですよね、ドラは集まってきてますよね。そうですね、ドラがあるときになんとかね、思って決めたいですね、一回。こちら地風のシャーも切って目いっぱいに広げていくぞ、はい、この辺りで中押し欲しいですもんね。そうですね、嘘を切ってチャンタですか。いやー多発で溢れ返っている。シンプルにローピンとするか、こちらが魚谷メンツ自体はないんですよね。メンツはまだできてないですね。ここで5ブロックにしていく。なんかこうメンツができてなくて多発ばっかで溢れてるのって、はい、なんかちょっと感覚感触良くないですよね。あ、ドラ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 になって魚谷の方がチャンスかもしれないぞ、はい、これはここもベンチイソー入る。ジャントが欲しい。ドラは言いそうなんですけど、うん、素直にジャント9ピンペンジャントを求めました。はい、沢崎がいいシャンテン。これ単野ですか。はい、単そうですね、単品に変わっていく。あー、魚谷いいぞ、これは3色も見える。メンツができない。いや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 、対して魚谷もこれとっくに追い抜いてますね。両ピンが厳しいですか。両ピンが3枚持たれてるんで、あら嫌になっちゃう、チートイツの両シャンテン、チートイツの方が早く見えるんですかね。形決めましたね、パン目いっぱい持たずに、はい。おー、チートイか。チートイですね、これで三層が1枚切れですか。うん、ここは三層切れ、はい、枚数で。来た、一手代わり順ちゃんでしたが、ここはもうストレートに。そうですね、完了ピンでのリーチになります。はい、詰まって2000、あの3球オールで十分ですね。はい、寿司だ。こちらもまだ天杯には入らない。リャンピンは残り1枚と、はい、いうことでしたね。はい、もうちゃんと3色のいいシャンテンになりましたが、3万イーマンは Q1 が2枚切れなので G1 パーワンとかもありますか。
もしかしここは2番3番でいく、あ、粘ったウッパーボンは現物待ちの闇点、これは触っ、あ、勝負に来ました。6、9万、肩上がりの9万、2枚切れ、くースピンズ1、今パービンが通っただけ、チーソー筋ローマン、やめ、ウーワンダ、沢崎の上がり、終わりだ、タンヤオピンフ2000点の上がりとなります。柴田、そして沢崎が追いついての転敗となってました、はい、沢崎さんも点数がちょっと沈んでたんで、はい、勝負のリーチもあると思いましたけど、うん、まあ、これは横からの2000点の出上がりも価値があるという判断でしたね、はい、まだ穏やかに普通に打っていこうと、はい、さあトンの4局親は変わって広柴田、ドラは全局に続いての位相、ドラメンツができている、はい、近藤もマンズで一メンツ、ペー茶の歌にはペーが統一です。1枚目は泣かなかったっていうことですね、はい、通貨が見えてきました、はい、こっちは一色ですか。そうですね、色に寄せて、うん、ペアの相手も3900を確保したいですね、はい、ドラ来ちゃっていいんじゃないですか。おお、スーピンの統一落としからいく、うん、ドラドラ、これはなんとか2枚使い切りたいぞ、はい、三面ツ、佐々木さんのツモが効いてますね、さあイシャンテンだ、イシャンテン、リャンソーが1枚切れか、はい、もうこれが最大のね急所ですね、うん、まあでもタワツを振り返って、はい、ピンドラ1のリーチが打てればいいなって感覚だと思うんですけども、うんうんうん、マンズの中チャンパイとかが来たらもうしっかり残してっていう感じになりますか。そうですね、残すのありだと思うんですけど、2番3枚切れ、はい、さあ沢崎、うん、イシャンテンだ、伸びてきた、これは残すか。そうですね、数ピンが2枚切れですけど、うん、3ピン引いた時に大きいですからね、はい、ヤンカンが残りますね、カンウワンとカンチーワンの形で、まだ一通カンは狙っていくと、うん、はい、うわー、これは強烈な闇点ですよ、強烈な闇点、ソーズがいい、ピンフイーペーコードラドラ11600、もう沢崎は止まらない、魚谷も危ない、いやもうこれ魚谷は絶対止まらない、そう絶対止まらない、もうドラ切ったら三蔵もダメだ、これで目立ってる魚谷には想像は通りそうですからね。そうですね、近藤さんだけ使えるけど食い下がった、あーすごい、4000オールが下がってきた、4000オールが下がってきた、ただこれローソーが山4、うわ、天敗だ、またこっそり自慢の天敗、ただローソーはやばいよ、もう3人で積もってるサブロス、そうですもんね、いや本当ですよ、急走多すぎる、あでも4人か、近藤さんももうサブロスいらないですね、いらない、もういらない、4人で積もってる、もういらない、スチワンが先にいるのか、あーダメだ、使ってしまった、これ沢崎ピンチだな、柴田の広柴田の上がり11600、ピンフイーペーコードラドラ、これは強烈なパンチが沢崎を捉える、いやこれは沢崎ちょっと
とやピンチかもしれないぞ。初戦は3着でした ね、まあ、ただまだ3戦ありますからね。そうですね、昨日もこんな展開じゃなかったですか。藤崎さんが1回戦トップ取って、はい、2回戦もなんか5万点近いそうでしたトップまで行ったんですけど、結構でも4回戦まで競ってましたからね。競ってましたね、最終3人は、はい、最終戦だけ藤崎さん抜けた形ですけど、4回戦まで藤崎さん大きいロス取ったら危なかったんで、はい、それでもまだ全然セーフティーとはいけないリードですが、うーん、サトンの4局1本場ドラはトンです。広柴田連ちゃん大きな上がりをものにしました。さあベン三層が入って形が一気に引き締まる。ここはもうこの親はやばいってことでもうさばきに入りそうですけどね。うん、初泣いても初泣いたら手はかなり早そうな。そうですね、両面両面のいいシャンテン、うん、完全いいシャンテンが取れますもんね。はい、ドラが飛んだのでどこかに1枚いっちゃうとブレーキになっちゃう感じですね。そうですね、これはなんかいろいろな誘惑が来る。そう、初が出ましたよ。仕掛け地、仕掛け地、全く仕掛け地。初統一落としの単品イーペイコーとかね、そこまでさっきの嘘一杯が大きかったか。そうですね、見てますね。今度は差し子が見える形です、うん、さあペン3ピン、色も見ますね、ピンズの色も見て、うん、ここは急走です、はい、ドラじゃなくてドラトンです。今さっきイーソーはさっきのドラでした。イーソーが続いてましたからね。そうですね、これダイヤもあります。リャンゾーでチートチのイシャンテンにもなりましたね。そうですね、サブオダニはカンチースを洗っていく、うん、伸びる、一気にいきましたか。これトンがまだありますよ、はい、ああまずはテンパイ、どっちだ、初のポンをせずからのチートイツテンパイ、まずうおー、ウーアンがいいっていう情報はどこにもないと思うんですけど、足止めが有効だと、はい、一つねじ込んできましたか、はい、沢崎チートイツウーマン短期、ちょっとちょっと来ますよ、もうノータイムでチーワン行きましたよ。うん、これを押し返す構え、はい、私何でも行きますって形ですね、積もりそうでもこういうのなんかウーアン2枚ありますね、うん、なんかサクッと積もる。あ、これドラ勝負もある。一旦一ピンもありますか。一ピンもありますか。一旦一ピンだ。いやー、これは柴田が来るぞ。広柴田イシャンテンメンホンイシャン。ただこれポンは面白くないですよね。もうそうですね。ポンして泣いてドラを切って2900は不満ですよね。しかも中膨れのシャンポンですからね。これは面前でって感じですか。切らないですね、はい、さあどうなる。カンチーピンとスッチーピンのようなイメージではありますよね。で6球ローピンパーピンですか、はい、近藤も差し子のいいシャンテンだけに簡単には引けない。数万チーじゃ面白くないが、場に3枚目ローピンの肩上がりですか、はい、これ泣いて他に安全牌が残るんですかね。三蔵ぐらいですか。そうですね、その柴田さんもねチーワンいいピンって来てるのが分かってるんで、はい、広柴田に対してもちょっと安牌用意したい。そうなんですよね、一人じゃないんですよね。
あ、急走三巡目小さで通りそうですけどね。近藤さんも出てきたってことが大きいと思いますけど、おお、もうトーンは絶対切れないぞっていうことですか。どちらかがドラを絡んでるだろうっていうことですね。これかわせたら大きいけど、マンズはでもローピンが順からなんですね。あ、3ピンですね、上がれる 3ピンの方か、差し子です、はい、トーンが通った。3ピンも3ピンも順からだ、順からですね。ということは近藤の上がりはない。そして沢崎のウーマン短期はまだ2枚ある。いそう、うわー、いたー、これどういうこと。これ積もるならリーチですもんね。ほんとすごい、なんなんだこれは。どっちかって言えば三層の方がまだ山にそうって思うんですけどね。なんでウーマンなんだろう。リーズもチート率1600、3200、これ積もれたら64ですもんね。これは何なんだ。先ほどの1万1600の補充があった直後に、ウーマンなんかやっぱなんかいろいろ考えてそうですよね、こういうのは。そうね、戦略的なもんなんでしょう。逆にだって1万1600打った後なんで早く闇天でかわしたいってイメージの方が強いと思うんですけどね、はい、だから初泣いちゃう人もいると思うんですよね。そうそうそう、すごいっすよね。それをまあ64って言ったら勝負手ですよね。そうですね、マックス打点で上がるんですからね。すげえわ。さあ何入しましたか。はい、ドラはパーマンです。こちらが魚谷、マンズで一面つできている。そして広芝田、白統一、近藤は2メンツ、親番で早そうな手にも見えます。これはいいとこ引いてきましたね。面単品3色とかまで見えそうな、そんな手にもなってきました。面単品ですか。 E マンまで切って、なんとか面単品3色まで、はい、E マンを切る。大谷さんですか、はい、あ、あれちょっと目がおかしかったですね。目がおかしかったですね、はい、あ、これならこれで一つ折り合いつけますか。3面ちゃんだからまあいいかって感じですね、はい、大谷のリーチ、サブロー9層です。ちょっと速度で圧倒したかもしれませんが、まっすぐはウーワン、安牌がないですよね。ここローピン、広芝田もいいシャンテン、近藤もいいシャンテンか。これちょっと早すぎるだけに情報ないからみんな突っ込んでくるところもありますか。はい、ただ待ち受ける魚谷の待ちはサブロー9層と盤石の構え。三差しのいいシャンテン、パーピン筋だけど宣言杯の筋でも第一は9ピンなんで ね、はい、比較的切りやすいけども、現物のいい層でうかい、トップ目のトップ目というところも大きいですかね。バスを切っちゃうと急走が乗りましたか。これは沢崎の急走がまたいいシャンテンに戻ってきた。ここでパーピン打ち、がパーピンなんですね。これで急走になりますか。魚谷の上がりです。リーチ1300の上がり。さあこの上がりで何の2局と変わります。親は変わって沢崎です。何の2局、ドラは3万、
クダメッツもう悪くはなさそうですね、はい、大谷は白統一こちらがトップに立っている近藤です。初も重ねたぞ。本一にしたいですね。2役本一ドライチありますね、はい、白が出る。1枚目から仕掛けて仕掛けてカンスリャンソーから払っていきましたか。キューピンが両、近藤と広柴田の現物2人が9ピンから第1打が9ピンなんでチーピンの方がいるだろうっていうこともありま、うんうん、あると思います、ね、チーピンから入ってくればもうドライ1で OK っていう構えにもしますか。そうですね。さあ親の沢崎この絵は簡単には離したくないぞ。現在ようわドラドラこうなれば本一もいらないか。ただ普通になるかもしれない。そうですね、はい、C1 周り引いたら自然に本一、はい、C1 と重なったらトイトイまでつきますもんね。そうですね、相当な勝負手だ。いやー魚谷チャンス。パワーピン、おお。パーピンはどういう狙いですか。カンチーピンのターツを。そうですよね、まあ、一応壊したというか、うん、下の3色とかちょっともうターツオーバーしそうですからね。そうですね、リャンワンかイーソーの選択だったと思ったんですけど、うん、さあ広島またはチュンが統一になっている。このチューンが出るのか。いや近藤は切らなそうだぞ。そうですね、まだメンツが一メンツですからね、不十分と見てここは急走から切っていった、はい、ドラ2枚は使い切りたい、はい、初もありますからね。これまだ山に2枚ある。これでいいシャンテンですか。いいシャンテンでチューン勝負でしょうね。あ、でも先にこっちが、いやこれチーピンも4枚あるの。えこれチュ、ハツが2枚残っててチーピンが2枚残ってて、はい、あ、ドラも2枚残ってる。じゃカチカチカチこのイーシャンテンが、あ、追いついた。テンパイス、チーピンでチーピンは全部ありますよ。はい、あ、柴田さんもテンパイ、あれれれれれれ、イースーピン、スーピンは全部ありますよあ、チーピンだ、チーピンは全部あります、うん、いやーここは近藤だ。ツモピンフ400700大谷のチャンス手を近藤がかわしきります。これは点数以上に大きな上がりかもしれませんね。わかんないでしょうけども、はい、一局消化して魚谷の勝負手も破壊。うーん、さあ何の三局、親は変わって魚谷です。ドラはリャンピン、はい、親の亡くなった沢崎ですが残り最短で2局初戦3着でしたが、このハンちゃんどうまとめていきたいところでしょうか。そうですね、なんとか魚谷さんをかわして、まあ沈みはしょうがないとしても、はい、なんとか3着になれないかなって考えてやってると思いますね。漫画のつもがり1回でとりあえず3着までいけそうですね、はい、おーいいぞドラがないですけどね、はい、さばき手としては十分ですね。近藤は曲をここからを消化することにかなり価値がありそうですね。 うわ広柴田の手がいい。あー、これちょっと勝負手になるんじゃないですか。勝負手になる。ゴロチのイーシャンテンは取らずのリャンシャンテン戻し、はい、単品イーペーコーとかでもいいですもんね。うん、いやー広柴田もいい、ドラ1ある、目いっぱい。これは近藤と広柴田の手がぶつかりそうだぞ、
現在トップを争う両者、魚谷をドラ引き、ベンチ一品を払います。ピンズまで見ますかね、ピンズの本位置まで。ちょっとクズ嘘き、あ、これで六チッパとゴロチの両天秤ということになりますか。いや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 、近藤これは加点もう一局消化するどころか大きな加点になりえますよ。単品確定っていうのもあります。6球ピンが9ピン2枚切れ、はい、あ、なるほど、そうしましたね、はい、3色はゴロチに絞りましたね。はい、あ、サブロー層が薄い、薄い、本当だ。ん、チューンが来ました、広柴田、ここはチューンを仕掛けて、まずは一旦イーシャンテンですね。これはピンズの本位置までは見まず、見ずに局消化の方に行きましたね、うん。いやー、サブローソーがちょっときついな、ほとんどない。あ、もうローソー、あ、ローソーない、サブローソーゼロだ。え、あれ、あ、もう一回、いてー、いてーよー両欲張った両天秤なら、そうですね、強欲に行けば、はい、ならないもんですか。ならなそうですね。テンパイ入って打ち出される構えにもちょっと見えない。うーん、そうか、パスを持ってこないと、そうですね、またメンツは厳しそうですね、この人メンツは。こうなると広柴田がチャンスか。さあ、数万仕掛けてリャンウピのテンパイ、いやー、ピンなので嘘パーソーの切り返しありますかね、はい、ただ嘘はもうド裏筋。マンズが283と切って今しごろでさらしてるので、はい、もう手の内にマンズはなさそうなので、はいはい、あとはソーズかピンズかどっちか当たんなそうなのは切りそうですけど、ーパーソー、ローソーが早いってことですね、うん、上はいいだろうと、はい、こうなると急走引きの可能性が残った。近藤さん、ウーソーは1枚残ってますんで、はい、あ、そっか、ウーソーからの6、7、8もあるのか。ウーソー、ウーピンもありますね。そうですね、あんこにしちゃえばいい、うん、相手の当たり牌あんこにしての6、7、8の目があるぞ。そうですね、がしかし、あっさり広柴田のつも上がり、え、チュンドラ1、500銭の上がりとなります。さあ、この上がりで何の4局オーラスを迎えます。親は変わって広柴田、3万5500点持ちの2着目、はい、ドラはトンです。うん、悪くはないさそうですね、うん、単品にいけそうですね、はい、まずは吐く。さあ、しっかりトップを守りたい近藤ですが、けど自分からの上がりはなかなか厳しそうですけど、うん、そしてこちら沢崎、これもちょっと厳しそうだぞ、うん、打点が見えないですね、はい。さあ、魚谷、1000-2000のツモから原点復帰、そうですね、本一初の1000-2000が見えますかね、はい、3900だと100点足りないんですが、そうなんですよね、まあそれでも初は1枚目から仕掛けていきますかね、うん、そうですけどね。沢崎にドラのトーンが来る、はい、あ、これで秘伝使わせたので、まあ、1000点やむなしでも仕掛けると思いますけどね、うん、その後ドラ短期とかも、はい、ドラ重なりとかもあるかもしれません、ね、まあ、これ出上がり3900点で、うっ、もちもちになっちゃいましたね、あららら、
出上がり3900浮くのであれば、はい、あのドラ短期もこだわるんですけども、うん、積も上がりしか意味がないのであれば、はい、まあ、1000点も出上がり3900点も変わらないかなっていう感じですかね、はい。その時はドラを切って上がりやすい形を求めるっていうのも可能性としては全然あり得ると、ね、はい、下手に柴田さんの連チャンを生むよりは、はい、まあ、1000点でもここは終わらせましょうっていう方を選ぶと思います。さあ、きつかのいいシャンテンになりました。パーマン切りましたか。急走のくっつきの方がいい、よしと見たということですね。さあ広柴田、これはチャンス手だぞ。一気にトップを伺えれるようないいシャンテンとなっている。まあ、でもここで柴田さんリーチって言えればほとんど誰も向かって、ドラが固まってなければ誰も向かってこれなそうなんで、テンパイ取らず、うん、3つのテンパイになったらリーチになりそうですよね。そうですね、特にリーチ棒を出して、はい、なんか悪いことが起きるわけでもなさそうな点数なので、2004世のつも上がりまでだったら十分にこらえられる。そうですね、うわ上がり逃しになったが、もうこれ致し方ない、うん、このまま外すでしょう。はい、さあドラのトンの扱いに苦労しているのはこの魚谷と沢崎、1枚ずつですよね。そうなんですよね、全員1枚ずつ持ってるん で、ね、持ってない広柴田がチャンスなんですよね。チャンス、ここでの3球オールは一気に浮上していく、2連勝となればわからないぞ。スーピンパーピンが十分に生きてますもんね。はい、しつこくテンパイが入る。スーメンちゃんで取っちゃいますか。急走が3枚切れですけど、まだまだ外すんじゃないですかね。外した外した、外す外す。近藤さんもこの押し引き難しいな。トンが1枚なんでもう、はい、安全牌の確保でそこまで、あ抜きましたね数番。おお、まあ、チートイドラドラ本戦で安全牌を旅込みながら自分から、うん、はい、上がれないだろうっていう、うん、この一曲は見る一曲になりそうですか。そうですね、柴田さんの能天希望ぐらいじゃないですかね、うん、しかしシャンテンなんですよね。もう外してますからね、なんなら、うん、安牌を持つか、あもうこれは一通に完全に的を絞った、うん、魚谷は 1,2,3 が遠くに見える。なぜにフリテンリーチなら積もってましたね、はい、あれこれ本当にスーピンとパーピン山ほどありますね。ね、スーピン4枚とパーピン3枚ありますよ。何からいきました。チーマンポン、トイトイドラドラ、トイです、ね、スーピンは魚谷に来た、柴田にも泣きで来ない。いやこれでチューン拍重なる。どうなるんだ、二刺しも見えてきた、うん、二刺しにします。あるのよスーピンとパーピンは山ほどあるの。どこに行くのよ。3枚ずつあるんだけど、仕掛けた沢崎さんにも切りにくいんですよね。うん、ピンがここうまん、広柴田チャンス、うん、マンズで天敗タッキー、まあ取るでしょうねこの準備であれば。ウーピン、ウーワンが今通りました。うーん、9ピン短期、なぜスーピンが引けなかったと。チートイーシャンテン、シャンテンになりました。ウーピン勝負か。うん、チョイーシャンテンですが、はい、初の役しか見えないですね。天敗トンワドラ、
起きる価値があるかですね。今一人転敗だったとしても浮かないんですよね、はい、そこでドラを切る価値があるか。一旦 E1 とか切ってスマ引いた時だけドラ勝負っていうのもありますね。うん、9ピンが3枚切れなんですよね。ここはパーピンで取らず、うん、ドラ短期ですか。今頃かい、順番が違う。9ピンパーピンが今通りましたね。9ピンが3枚切れなので、はい、9ピンを取って仮点にするかパーピンを取って仮点にするかなんですが、まあ、数字上は9ピン、もう受ければいいってことですか。特に先転敗もし9ピンが怖いとしたら、でパーピン今通ってるわけだからな。パーピン切って転敗をキープすればいいわけですもん ね。9ピンが怖ければパーピンもあった。これはどういう狙いなんだ。脳天のみから1通だけの上がり逃しをしないようにして、あ、脳天は脳天でもいいよってことですか。脳天でもいい、浮いて終われれば十分だよって考えなんですかね。ほう、あー、なんだ、ですね。与谷さんのパワーピンが強く見えて本一転敗に見えてるとか、うん、いや、それはあるかな。でもパーピン切れば転敗はキープできるんで、はい、なんで無理にリスクを負ってまで転敗は必要ないよっていう考えなんでしょうけどね。もう一度ピン切れば転敗ですけど、まあ気にないでしょうね。数字にはなりましたけど、まあ9ピン切らないぐらいなんで、もうこの順位のまま終わりたいってことなんでしょうね。あ、天敗。あ、本当だ。チーピン、チーピンあるんじゃないですか。魚谷がこれトン重ならないんで、初がんこになることもないんで、チーピン出ることはないかな。パソは。つもぎり。そうですが。うわ、天敗ですよ。なんじゃ。CP まだいる。いますか。1枚います。おー、澤崎さんの点まだつも1回ありますね。うん、いやー、ここに来た来た。ドラは切れないんで、なんでしょう、 E1 ですかね。いやー、高抱えてますね。 E1 今数ワンが通って E1 が3枚切れなので E1 は確実に通りますね。ってことは考えてるのはトンを切るかどうかってことですね。うわ、でもそこまでこのテンパイ量に、あー、取った。すごっ、うん、沢崎一人の点ってこと。そうですね。すげえ。脳天って読んだんですかね。お、話題ですね。でも、はい、近藤さんの入り目飛んだでしたからね。そうですね、うん、広島、近藤、魚谷の3人転敗で流局、柴田さんが転敗濃厚だと思うんですけど、それじゃあ浮きのためにはちょっとこの転敗は必須っていう考えなんですかね。なるほど。さあ、何の4局、一本場です。ドラはリャンマン。広柴田、一度は話しかけた親でしたが、最後転敗復活。なんかあの脳天でもいいと思ったら最後伏せるのもなくはなかったですよね。そうですよね。うん、魚谷にリャン、E1 ポン、え、ドラ表示杯の2枚目の E1 から、え、これ役はなんですか。役は何でしょうか。トイトイ、おお、トンの後付け、沢崎ドラドラ、難しいな、これ何ですかこれ。おトイトイ、陳逸になんじゃないですかこれ。おお、あまりにも遠いからこれで牽制しつつみたいな。そうですね、とりあえず泣いて役はこれから考えますみたいなわけですか。すごっ、非常にこれは自由な
トリッキーな仕掛けです。イーマンポンから目指すその先は、まあ、一色かトイトイですよ ね、 すね。まずは、はい、近藤が白を仕掛けます。これでターツオーバーのイシャン、リアンシャンテン、沢崎はリアンマンがトイツラです。急走は指示していく、うん、となるとマンズ払いになるか、うん、リアンピンとイスソ、ね、リアンピンが動くに貫通、ドラ統一の沢崎は簡単にはちょっと諦めきれないですね。この手は前に行くでしょうね。うわパワーワンからいった。さらにパワーワン仕掛ける。さあテンパイ、うわいった、ローマもいったリアンピンだ。近藤にも意地がある。なんかリアンピンいっぱい持ってる人いましたね。リアンピンごとに貫通ですね。貫だ、リアンピンの暗冠、ね、一発ウラドラ、カンドラがないルール。さあタンヤをに変化するぞ。ベンチで触っていく。これで近藤さんを引き、ウーピンだ。近藤、まあこれは分かったですね。火が上がる前に、はい、事なくやりました。白先天の上がりとなります。さあこの上がりで2回戦が終了です。2回戦はトップから近藤、続いて広柴田、魚谷、沢崎の並びで終了しました。続いて3回戦です。